おこんばんは。じゃあ次からやっていきたいと思います。ラスメンですね。うぅー、怖っ。これ溶岩ってことでしょ、多分。溶岩からよくわからないかりんとうみたいなのが、せいろがんみたいなのが飛んでくる。よしよしよし。なあ、危ね。おお、危ね。今うまかったね。今うまかった。今多分褒めてくれると思う。よしよしよし。当たらないんか。よしよし。なになになに。ああ、びっくりした。ついにキャプチャーボードパクったのかと思った。なんだあいつ。めちゃくちゃ怖い火山がいる。うわぁ！子供の夢に出てくるぞ、あんな。血の涙を流してるよな。笑顔なのに！やられた。これ急ブレーキかけたけど、そうだね、ブレーキかけずにいけないんだ。怖っ。いや、そうそうそう、これ。この溶岩玉がやばい。火山弾。火山弾ボーイ。危ない危ない危ない。よし。いいね。うん、大丈夫でしょう。よしよし。またいる。また静かにこちらを見ている。あの火山がラスボスなんじゃないか。最終的にはこの大地と、イカれる大地と戦うことになるんじゃないだろうか。怖怖怖怖怖。音が怖い。音がやばいわ。コピーロボットどこでもドア。すごいね、本当に。ガンガン経験値ある。経験値が。ああ、4期アップ。45期。そんなに死ぬことを想定してたのかな、これ。ドラえもんスペシャルじゃなくて、スタンダードの方が、まあいいか。考えるだけ無駄だ、これ。とりあえず俺は、このゲームを今クリアするしかない。え、どうすんの、これ。こうか。うわっ！うん、うん、大丈夫か。沈まないのか。揺れてるだけで沈まない。ねえ、沈んでたわ、ごめん。揺れてるだけで沈まないって誰が言ったんだよな。沈むっちゅう。殺さなくてもいいや。殺さなくてもいいから、とりあえず相手の足を止めないと。なあ、それ無理じゃん。それ無理じゃん。でも分かった。あそこはもうテンポで行こう。止まらなきゃいけ、いやー、ないないない。静電気弱かったりするからな。電子機器。あー。全然当たんねえ。わー、全然当たんねえ。よーしよし、よーしよしよし。よしよしよし。なん、なんじゃ、言えよ、何か。完全にショートしたな、今。おー、やった、こっからだ。いやー、行こう。一気に行け。うわー、一気に行ける負けもなく。よしよし。うるさいゾーンをなんとか、うわー、くそ。くそカニゾーンがいたな、ここに。ドラえもんが未来から来た時点で、だいぶやばいんだよ。確か。ドラえもんみたいなもんが、未来から来て、やばいからちょっと助けに来たわって言われたら、もう本当にだいぶやばい。さらにそのドラえもんからも、いや、お前ダメだわ、もうって言われたら終わりだわ。よし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 。あー、まあ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 、こんなもんか。なんかあった時用に、このカニだけでも殺しとこう。危ねえからな、絶対。よし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 。ワナップ嬉しいよ。よしよし。カニはね、カニは死滅させる。ちなみに俺はカニアレルギーだから。さあ、本当にカニに恨みがある。滑る。ここで足元滑るわ。ええー、ここから、危ない危ない危ない。いやー、上の邪魔だ、下の邪魔だ。全部邪魔だ、この世界の全てが。破壊しろ。ドラえもん、破壊の限りを尽くしてくれ。頼む。お、静かになった。あのバリバリがもうほんとバカみたいにうるさいから。
よーし。お、ハッスルネジ巻き。じゃあもうぜひこれでクリアまで行っちゃおう。おいおいおい、表面張力か。なんだこれ。間に入れないんだが。え、なにこれ。なんでそう滑ってそういっちゃうの。え、なに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 。あ、来た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 。バグを発見したよ。このゲーム何年目か知らないけど、バグを見つけてしまった。いや、これ今テンポで行きたかったな、少し。まあいいや。ハッスルネジ巻きがなくなることってか、なくなるわけではないから。とりあえずここで気を回復しとこう。久しぶりだな、これ。あんま読めんやろ。ワンナップ。でででででごめん、早く行くわ。これ多分最終回だろ、これ実況プレイ動画的に。このなパートが多分ラストだと思うから。あれ、何やってんの。ででででででで、あれ、サングラスのやつじゃない。ということはまだ続きがあるっぽいね。右だろお前。やべ、右好きなんだろ。ほら右向けよ。やばいね。右だろ、右だろ、右押しだ。お前ごとき右押しで十分よ。一回向いたところは必ず向いてくれるから、その後ね。だからもうガンガンそこを狙っていく。今度こそボス戦ですね。これね、ダッシュでいけるんだけど。これこれこれ。これが最強。この鉛筆で。あ踏みつけられた。オーケー、よし、次がもう右に走ればいいだけになった。で、なぜか、ラスボスだけ、あっち向いてほいじゃないんだよ。イストリーゲームで勝負だ。なぜ、椅子に先に乗ったら勝ちだ。あ、そうかい。ちゃんとドラえもんも一緒になって遊んでる。危ね。よーし、いいぞ。一つずつ倒してね。一人ずつ倒していくんだよ。やばいのが、あのリス。あのリスが結構やばい。だからリスの上でこうジャンプし続ける。よーし、リスを先に倒す。次にやばいのがカバ。いやこれね、ウサギの方がやばいっていう人もいるんだけど、違うと思う俺は。カバはね、ジャンプが本当に低いん。今よく勝ったな。ジャンプがすごい低いから、あいつの目の前に椅子が出てきた場合基本負ける。ほんだウサギだ。やばい。どうどう、ここからじゃないか。道中の敵を殺した意味、道中の敵を殺した意味を持たせてくれ。分かったって毎回言ってくれるんだ。サイがリーダーなのかもしかして。毎回ね、このね、曲の止まるタイミングっていうのが結構近いから。でん、おいや結構やられた今。いや、フクロウみたいな雑魚を先に倒してもしょうがないんだよな。全然わかんないわ。さっきいつも同じぐらいのタイミングで止まるっけかなって思ってたけど、よしよし、カバ倒した。次はリスだ。リス狙い。必要にリスを狙っていくぞ。これまだね、席に余裕があるからあれだけど、畜生！席に余裕があるとは何だったんだ。陸上最強生物はカバじゃないかと思うんだな、俺は。やっと、強いでしょ、カバ。強いのよ。で、ドラえもん小ジャンプってないのよ。必ず、これぐらいジャンプしちゃうから。だから、もう先に殺さないといけない。どうだ。ほら、早く勝負しよう、ほら。イストリーゲームで勝負だ。もうね、音楽始めてていいよ。イストリーゲーム開始してていいよ。全然。よし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 。よーし、危ない。いや、今一回着、
これもう反射神経。なんでなんで俺の方が着地最初に、うん、審判今のセーフだと思います。ビデオ判定よろしくお願いします。まあ、実は真ん中に足を入れてないとダメだから、端っこに触れてるだけじゃダメなんだよね。まあ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 、じゃあドラえもんの一番苦手の、おーし、よく勝ったな。よーしよし、ウサギ倒した。ちくしょう。いやー強いこいつら。早く、わかったわ、こんなも絶対早送りしてるわ俺。いやーマジ、ちょっとみんななんか早いわ今回。全然その1回ミスしてから次のイスまでのイスに飛ぶっていうことができないもん。よし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 、次サイダー、サイダー押そう。ここまで来た、トップ4まで、トップ4までウィナーズで勝ち上がってきた。オッケーオッケーオッケー。さあ次はドイツだ。この二人はね、正直もうクソ雑魚だから、もうこの二人を残すことができればもうほぼ勝ち確だね。今めっちゃ危なかった、逃げめっちゃ危なかった。よしラスト、正々堂々と、くっす、早いし、なんでそこなんだこいつ、どっから出てくるか分かってたろ。よし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 、もう残るは鈍足こいつだけだ。似てるなデザインが、この二人兄弟の可能性があるぞ。口の周りが白くて首周りが白い。やったー、別に首周り白くねえわ。やったぞー。でこれで終わりじゃない、そしたらボスが来る。あっち向いてほいかなって思うんだよ。俺様が入ってた、覚悟はいいな。バトルロイヤルイストリーデスマッチ、三本勝負いくぞ。聞いたことないそんな、生まれて初めて聞くわそのゲーム。いやーなんでマジアホか俺。いや強いんだよこいつ、強いわ。先に飛ばれたら絶対負けだ。よし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 。よし、こっから逆転あるよ。集中して。よっしゃ！よし、いける！いけるよ！いけるいける。怖えな、こいつよく見たら顔。サングラスかけとけ。なーちくしょー！どうだ、入ったか未熟者め。どういうことなんだ、いった。このワンダラス様と勝負なんて100万年早いんだよ。すごい煽られる。どっか行った。どこ行くね。そしてなぜか、もう一回この古文とのイストリーゲームから。あー、しんど。まずいな。ネズミと一騎打ちになった。おい、カバー邪魔だ。いつまで行くんだ。いや強いネズミ、ネズミの強さよ。これがネズミか。よーしよしよし、よーし、久しぶりに来た、行こう。久しぶりに来た気分になるけど、そんなこともない。いけるいけるぞ。収録時間だけが伸びていく、伸び
よしよしよし、もう俺も慣れたぞこのゲーム。ほぼ必勝法なるものを身につけてる。お前にこのドラえもんが破れるかな。やったーやったー、終わった、俺たちの勝ちだー。もしかして負けちゃったの？ごめん、ごめんなさい。みんなの夢をちゃんと返すから。だから勘弁してね、ね。ただのおじさんだったのかもしれない。あー、弾き飛ばされた。おー、よかった。すごい、久しぶりにこの曲聴く。それがどうした僕ドラえもん、未来の世界の猫型ロボット、どんな問題僕ドラえもん、奇妙キテレツバカ不思議伝統伝返し、本日がデマ迅速落書き無用、ドラえもんドラえもん、ほんわかパッパほんわかパッパ、ドラえもん、やったぜ。Thanks and see you! でも結局動き続けてるのはドラえもんだけだった。色を塗っただけで、蝋人形だな、おそらく。あの隣の4体。あの4人を失ったことでドラえもんが気が狂って、蝋人形で全くその似た、彼らに似たものを作って、それをのび太くん、しずかちゃんと呼んで公園で遊び続ける。ドラえもんの姿が、あんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる、空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター、あんあんあん、とっても大好きドラえもん、あんあんあん、とっても大好きドラえもん。